さあ始まりました最強キャラ決定トーナメント、本日は初戦第7試合第8試合の様子をご覧いただければなと思います。それではデュエルスタンバイ。さあ始まりました初戦第7試合、結城十代選手 VS ヨハン・アンデルセン選手の対決見ていきましょう。デュエルスタートです。ヨハン、お前みたいなやつと戦えるなんて超ワクワクするぜ。俺も君とデュエルするのをずっと楽しみにしてたんだ。デュエル、俺のターン。さあ来ました、エレメンタルヒーローエアーマン。新パックに登場したエアーマン。エアーマンの効果発動。さあデッキよりヒーローモンスター一体を手札に加えていく。これが強力。ヒーローといえばエアーマン、エアーマンといえばヒーロー。ターンエンドだ。エアーマンが倒せないっていうね、そういう状態には多分ならないかなとは思いますが、卵ドローパンはいただく。おっと、うるさいですね10代選手。ちょっと10代選手若干やかましい。さあ受け付ける砲撃、手札2枚墓地に送って砲撃10モンスターをデッキからフィールド上に置くと、そういうスキルです。さあこれは強い。さあフィールドの砲撃10モンスターを墓地に送って2枚デッキからカードをドローしていきます。さあヨハン選手、なかなかデッキが回っている模様。10代選手、今のところ防御札ドレインシールドが、セットされてますんで、まあ、このターンにライフポートを削られるってことはあんまりないかなと思いますが、さあセット、カードをセット。さあセット、ターンエンドだ。ターンエンドと少し消極的な入り。ドロー。さあ来ましたよ10代選手、これなかなか熱い展開が見せれるんじゃないでしょうか。ソリッドマン召喚ですかね。これが俺の仲間だ。モンスターを攻撃表示で召喚。さあエレメンタルヒーロー、ソリッドマンを召喚にシットマン効果、モンスター効果発動。手札からレベル4以下のヒーローモンスター一体を特殊召喚できる。さあここでエレメンタルヒーローブレイズマンを特殊召喚していくと。さあブレイズマンの見せてやるぜ、エレメンタルヒーローブレイズマン。ブレイズマンの効果も発動していくことですね。ブレイズマンのモンスター効果発動。さあデッキより融合カードを一枚手札に加えていく。これは強力です、非常に強力。さあ融合発動していくことでしょう。あとはどういう風に融合していくか。魔法カード融合発動。さあ融合によっておそらくですね、まあ、ソリッドマンは巻き込んでいくかなとは思いますが、さあ何を出していくか。アドレーション、なるほど、全然関係ない、漫画版エド・フェニックスさんが使っていたビジョンヒーローを出していく模様です。力を貸してくれ、モンスターを融合召喚。これはなぜか皆さん分かりますか。そうです、エアーマンはタイミングを逃すとね、召喚に成功した時に効果を発動しないヒーローが一番相性がいいからです。発動。さあソリッドマンの効果、エアーマンを特殊召喚。来いエレメンタルヒーローエアーマン。さあ特殊召喚に成功したのはエアーマンの効果。エアーマンの効果発動。さあ魔法トラップカードを2枚選んで剥がします。おっと、ここで薄れていたのは砲撃の祈り。さあ砲撃カードを1枚墓地に送って相手のカードを1枚破壊していく。さあこれはなかなか強力な盤面ですが、さあどうするか。あとはこのターンで削り切れるのかどうかという話になりますね。ライフポイントをこのターンではちょっと厳しいか。魔法カード融合発動。さあ融合の効果を発動。さあここで、あーなるほど、ノバマスターは強いですね。戦闘で相手モンスターを破壊した場合、デッキから1枚ドローすることができます。墓地に送る必要性がないので、砲撃中モンスターであったとしても1枚ドローはできるといったところでしょうか。さあエアーマンを持ち送っていくか。ここはここがソリッドマン。さあエレメンタルヒーローブレイズマンとソリッドマンを墓地に送り、現れろエレメンタルヒーローノバンマスター。いいですね10代選手、10代選手ちゃんと10代してます。バトルだ、行けノバマスター。さあここでワンドローが入っていくが、アンバーマンモスをセットしていた。アンバーマンモスの効果によってノバマスターのモンスター効果、ノバマスターの効果によって1枚ドローし、アンバーマンモスは魔法トラップカードに置かれると。俺のターン。さあヨハン選手、どういうデッキなんでしょうか。卵ドローパンはいただく。うるさいですね10代選手、少し黙ってください。ちょっと黙っておいていただきたい。今実況解説いいとこなんで。さあヨハン選手どうするか。さああの手が3枚は何なのか。さあ受け継がれる砲撃を2回目使っていく。おっと
レインボードラゴンとレアバリューを手札から墓地に送っていった。7体の宝玉獣が揃った時、世界をつなぐ光がこの地によみがえる。見ろ宝玉獣の奇跡、よみがえれ究極宝玉神レインボードラゴン。きたー、来ました、7体の宝玉獣モンスターがフィールドまたは墓地に揃った場合、このモンスターは特殊召喚できます。究極宝玉神レインボードラゴン。モンスターを特殊召喚だぜ。おっと、即刻リリース。さあ究極宝玉神レインボーバードラゴン、これは強い。モンスターで攻撃、これは強力だ。これはドレンシールド使うか。お、使わない。なるほど、これは何か考えがあるんでしょうか。スキルでしょうかね、スキルの条件でしょうか。俺のターン、運も実力のうちってな。おーっと、ここで奇跡の融合のスキルを発動し、ミラクルフュージョンもドロー。さあこれは、これは魔法カードミラクルフュージョンを発動。おーっと、ここはミラクルフュージョンのことを発動。エレメンタルヒーローを融合させるか。ぼっちに眠るエレメンタルヒーローをゲームから除外し、ヒーローモンスターを特殊召喚できます。さあおっと、ここはエレメンタルヒーローグレイトトルネードを出していくということでしょうか。これおそらくですね、エレメンタルヒーローガイアを出せばワンクリできたんじゃないかなと、思いますが。暴れろミスマックヒーロー、エレメンタルヒーローグレイトトルネード。トルネード出したかったんでしょうね、10代選手。トルネードの効果発動、タウンバースト。さあタウンバーストの効果によって相手のフィールドのモンスターの攻撃力守備力は全て半分になります。貸してくれ、モンスターを攻撃表示で召喚。さあこれは非常に強力な場面だ。いけモンスターで攻撃、スーパーセル。なるほど。さあそんな余裕ぶっこいてもいいんでしょうか、ヨハン選手。ダイレクトアタックだ、ヨハン選手、これ大丈夫ですか。これもうレインボードラゴン、さっき墓地に送ってましたから3枚入ってるでしょうか。やっぱりただものじゃないぜ、俺のターン、ドローだ。これデッキトップレインボードラゴンだったらワンチャンありますね。さあどうでしょうか、ヨハン選手。さあそのカード何なのか。あーっと、魔法トラップカード、これは使えませんね。魔法トラップ像が埋まってますんで。さあ来ました、デッキトップミラクルフュージョン。これは魔法カードミラクルフュージョンを発動、それは墓地に眠るエレメンタルヒーローを融合させるカード。知ってます、さっき聞きました、それはさっき聞きました。さあ墓地のエレメンタルヒーローを2体除外してエレメンタルヒーローガイアを融合召喚していく模様です。現れるわエレメンタルヒーローガイア。さあすごい盤面だ。この効果があるから、ちなみにソリッドマンでエアーマンを蘇生した場合タイミングを逃します。さあバトルフェイズ、コンチネンタルハンマー決まるか。ヒーローは必ず勝つ、ガイアの攻撃コンチネンタルハンマー。さあこれにてデュエル終了、主人公なんとか勝利。お前のヒーローもかっこよかったぜ。すげえすげえ、お前のモンスター最高だぜ。いいですね、この二人漂っております。ヘルカイザー選手に見習ってほしい。さあ始まりました、初戦第8試合、1回戦ラストの試合となります。ジャック・アトラス選手 VS ダークシグナカーリー渚選手の対戦。俺がこの命に変えても必ずお前を取り戻す。デュエリストとしての本能がデュエルを拒むことを許さない、それでこそジャック、私が選んだ男デュエル。私のターンよ。さあダークシグナカーリー渚のターン、しっかりとフォーチュンレディできてですね。チューナーモンスターフォーチュンレディパスティ。おっと、これはパスティコーリングか。さあこれは強い、フォーチュンレディライティ。さあこれは非常に強力なムーブ、ダークシグナの力さ、圧倒的環境ムーブをしていきます。パスティの効果発動。さあパスティの方がフォーチュンレディライティの効果、ライティを除外しレベルを下げた上でライティの効果。さあライティの効果によってウォーテリーを特殊召喚された。さあウォーテリー効果通動、強力なツボしていく。さあこれは強い。そして7シンクロ、ダークシン
来ますよ、これはエースモンスターです。ダークシグナーカーリー渚選手のエースモンスター現れよ、フォーチュンレディエバリー。さあエバリーが特殊召喚されていく、これは厳しいか。ジャック選手、あのモンスター突破できるんでしょうか。あなたのターンよ、かかってらっしゃい。俺のターン、突破したところでまた次のターンに蘇ってきますからね、あの人は。キングのデュエルはエンターテインメントでなければならない。さあエンターテインメントしてくれるでしょうか。レッドリゾネーター、レッドリゾネーターは召喚に成功した場合、手札よりレベル4以下のモンスターを特殊召喚できます。さあレッドリゾネーターの効果によって手札よりレッドガードナーを特殊召喚していく。来いレッドガードナー。さあレッドガードの特殊召喚6進化ができますね。おっとこれは一応ブリューナークを出せば突破できるが、そんなことはしない、それはエンターテインメントではないと、そういうことでしょうか。若き竜よ、エンマを呼び起こす道を照らし出せ、シンクロ召喚。さあ来ました、レベル4レッドガードの2、レベル2レッドリゾネーターをチューニング。ここでシンクロ召喚されるのはもちろんレッドライジングドラゴン。いでよレッドライジングドラゴン。さあレッドライジングドラゴンの効果、モンスター効果、墓地のリゾネーター1体を特殊召喚することができます。リゾネーターを墓地より特殊召喚していく。レッドリゾネーター、さあ特殊召喚成功時また手札からモンスター特殊召喚できますが、これは特殊召喚していくか、 していくとブリューナから一応出せるぞ。それはしない、なるほど。さあそれはさすがにしないと。おっとここで魂を降臨させる模様です。王者の鼓動、今ここに列をなす天地明道の力を見るがいい、シンクロ召喚。さあレベル6レッドライジングドラゴンにレベル2レッドリゾネーターをチューニング。さあ来た、我が魂レッドデーモンズドラゴン。ジャックといえばこのモンスター、ジャックといえばレッドデーモンズドラゴン。レッドデーモンズを出さないジャックなど、ジャックではない。キングのデュエルはエンターテインメントでなければならない。さあどうするでしょうか。ここでクリムゾンヘルセキア効果、ヘルセキアを発動。レッドデーモンズドラゴンが存在する場合、相手のフィールドの魔法トラップカードを全て破壊することができます。これは非常に強力だ。フォーチュンレディリワインド。おっとリワインド、リワインドは除外されているフォーチュニティモンスターを特殊召喚できるかもですね。さあジャックアトラス選手、効果読んでます、効果読んでます。ジャックアトラス選手ちょっと使われたことないカードだったので、ちょっと若干焦りましたね。現れよフォーチュンレディライティ。さあライティが特殊召喚されていく。さあここでどうしていくか、一応守備表示モンスターしかいないため、攻撃すれば一気に2体ものとも破壊できますね。カードを防ぐ、カードを引きセット、見るがいい俺の戦いの。さあキングオブデーモンの効果によってレッドデーモンズラゴンの打点を800ポイントアップ。バトル、さあバトルフェイス入ってきます。レッドデーモンズラゴンの攻撃、アブソリュートパワーパワー。さあ超高打点でぶち殴っていきます。デモンメテオ、さあデモンメテオ効果、守備表示モンスターを全て効果で破壊していく。さあライティは効果でフィールドが離れた場合、デッキよりフォーチュンレディモンスター1体を特殊召喚することができます。さあここでまたライティが特殊召喚されていった。モンスター効果、さあなんとか突破しましたけれども、エンドフェーズフォーチュンレディエヴァリーの効果、墓地の魔法使いモンスター1体を除外し自身を墓地より特殊召喚されます。これは厳しい、フォーチュンレディエヴァリー。これが10機のパワー、選んで除外してきますよ。大丈夫ですかキング。私のデッキで占ってあげる。私のターン、ドロー。エンターテインメントはしていただけましたが、さあライティの効果発動して、これは別にいいですね。さあここの後のこのタイミング、さあエヴァリンの効果レベルを上げつつ相手のフィールドのモンスター1体を選んで除外していく。墓地へ送り効果発動。このターン自分フィールドのモンスターは相手の効果では破壊されない。関係ありません、効果では破壊しようとしません。あのモンスターはマスターボード、かっこいいけども、かっこいいけども、かっこいいけども、灼熱の鎧を身にまとい王者ここに降臨。いでよレッドデーモンドラゴンスラッシュバスター。
さあデッキよりレッドデモンズのスラッシュバスターが降臨した。即座に除外されていく。これは厳しい。なんという厳しい展開。ジャック・アトラス選手フィールド上および手札にカードが1枚もなくなってしまいました。さあパスティの効果を発動しレベルを上げつつライティを除外していきます。さあライティの効果ウォーテリーを特殊召喚しさらに2ドローしていく。これは厳しい。さあタイムパッセージの方が7になっていく。レベルが7になった。おっと7レベル7のウォーテリーにレベル1のパスティをチューニングしていくと。さあこれは何が出てくるんでしょうか。ハチシンゴですね。スクラップドラゴンでしょうか、それとも先行流ストラットでしょうか。これはなんとレッドデーモンズドラゴン。まさか金魚のデュエルではなくカーリーのデュエルの方が絶賛エンターテインメント中。これは厳しい展開になってしまった。ジャック・アトラス選手なすすべがありません。俺は今心のすべてをかけて願う。真に愛する者お前を救いたい。愛する者の手によってその魂食らい尽くしてくれるわ。全く救えませんでした。ジャック・アトラス選手これは無念。